ウッドデッキ Q&A、 天然木と人工木とは何が違うの？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。2人で疑問にお答えします。本物の木のウッドデッキはメンテナンスをしないとボロボロになってしまうので、人工木の方がやっぱりいいですよね。うん、ところがよっちゃん、この材木はですね、この材木の中に油がいっぱいこう詰まってるんですね。それで木材のメンテナンスの保護剤が浸透しないぐらい油切ってるんですよ。ですから30年間全くノーメンテナンスで、腐らない、そういう朽ちないという、そういう特殊な材木なんです。特に一度ずつすればほぼように熱くならないので裸足で歩きますよね。はい、そうですね。人工のウッドデッキだと、もうどうしてもすごく熱くなって火傷しちゃうので、まあ、スリッパが必要なんですけれども、このハードウッドに関しては熱くなりませんから、裸足で十分歩けます。それと30年間メンテナンスフリーなので、本当に楽しんでウッドデッキライフを過ごしていただけると思います。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル0120-041-301、お電話お待ちしております。